はいどうもリゼです。突然ですが皆さん、こちらのモンスターをご存知でしょうか。ドラクエ9から登場したモーモンというモンスターです。可愛らしい見た目とは裏腹に攻撃モーションが結構凶悪なことで有名なモーモンですが、今回はそんなモーモンの面白い進化の過程を紹介していこうと思います。まずモーモンは成長過程の違いで2つの姿に進化します。1つ目は名前の通りピンク色のモーモン、ピンクモーモンです。ピンク色の見た目がとても可愛らしいモンスターですが、この色になった理由は生き物の血を吸ったからです。いや怖すぎやろ。ドラクエ9の図鑑説明によると、成長につれてモーモンの黒い模様がなくなっていき、その後毛皮の色がピンク色に変わりピンクモーモンとなるそうです。そしてピンクモーモンの説明がこちら。黒い模様がなくなりピンク色になったモーモン、栄養を求めて旅人を襲うのだ。このことからモーモンの時以上に生き血を求めるバイオレンスなモンスターであることがわかります。もう一つの姿は真っ白な見た目のスノーモンです。スノーモンはドラクエ10やモンスターズジョーカー3などに登場するモンスターで、ゲーム内では主に寒冷地に生息しています。ドラクエ10の説明によると、もともとは普通のモーモンだったが血を吸うことが嫌いでピンクモーモンにはならず、こちらの姿へと進化したそうです。また進化とは別ですが、モーモンの成長した姿にビッグモーモン、キングモーモンがいます。ビッグモーモンは血の代わりにヤシの実を吸って大きくなった姿のようです。血を吸うよりよっぽど可愛らしいですね。キングモーモンは1000年以上生きているモーモン族の王様らしいです。ふさふさのヒゲがキングの名前にぴったりです。ここまでの情報をまとめると、モーモンの成長過程はこんな感じになります。おそらくスノーモンは血を吸わないことに加えて寒冷地に住むことが進化の条件だと思われます。単に血を吸わないだけではビッグモーモンに成長する可能性がありますし、激しい吹雪の中を軽やかに踊るということから、寒冷地に適応するように進化したと考えて良さそうです。キングモーモンはおそらくビッグモーモンの成長した姿ということでいいでしょう。正直これに関してはドラクエ内に明確な記述がないので何とも言えないところです。ただ原種モーモンの特徴である黒いまだら模様が残っていることを考えると、モーモン、ビッグモーモン、キングモーモンという風に成長していったと考えていいと思います。さてスノーモンとキングモーモンに関しては、その後の成長及び進化の様子は今のところ確認されておりません。ただしピンクモーモンはここからさらに3種類の姿へと進化します。一つ目はクイーンモーモンです。天やイルルカにモーモン系統の転生モンスターとして登場します。ドラクエにおける転生モンスターの定義は、長く生きたため体色が変化した特別種というものです。また美しきピンクモーモンだけがこのモンスターに転生できるという記述があるため、長い時を生きたトップクラスに美しいピンクモーモンがこの姿に進化するようです。水色の毛並みとちょこっと乗っているティアラが可愛らしいですよね。ただピンクモーモンは血を吸うので、多分この子も血を吸うんですよね。吸血で美しさを保つとか、いや完全ヴァンパイアそのものやん。二つ目はマポレーナです。黄色い毛並みに青い耳と羽がよく似合う、こちらも可愛らしい姿です。この子の進化の過程は一旦置いといて、三つ目の姿を発表したいと思います。三つ目はブラッドアーゴンです。いや皆さん、現実を受け入れたくないのはわかりますよ。でも残念ながら僕の編集ミスとかじゃないんですよ。はい、こちらがほとんどのピンクモーモンが歩む進化の過程です。ほとんどと言える理由はしっかり存在していて、まずブラッドアーゴンの図鑑説明がこちら。お腹いっぱい血を吸ったピンクモーモンは立派なブラッドアーゴンへと成長してしまったのです。ということでピンクモーモンがブラッドアーゴンへと成長することが確定しました。さらに先ほど説明を省いたマポレーナの図鑑説明がこちら。ブラッドアーゴンになるはずが偶然可愛いまま大人になれたモーモン族、いや本当に良かったね。ということで、はい、もう確定事項ですね。ブラッドアーゴンになるはずがという部分から、基本的にピンクモーモンはブラッドアーゴンに進化してマポレーナやクイーンモーモンに進化、転生や偶然なれたということから変化という方が正しいですかね。マポレーナやクイーンモーモンに変化するのは偶然や特殊な条件下であることがわかります。ただクイーンモーモンと違ってマポレーナに変化する要因が一切わからないんですよね。これは完全に僕の想像なんですが、ドラクエ9におけるマポレーナのドロップアイテムは祈りの指輪と聖者の灰の2つです。
ピンクモーモンが野生で過ごしている時に何かしらかのきっかけでこれらのアイテムを手にして可愛い姿のまま成長したいという願い、つまり祈りが届いた、または聖者の灰の呪いを解除する力で悪魔の姿にならなかったとかだと、アイテムがモンスターの突然変異に影響していて面白いと思いませんか。またピンクモーモンが1000年生きるとデビルロードになるという説もあるらしいです。デビルロードといえば初代ドラクエ2で 100% 全滅という今では考えられないような極悪呪文メガンテを使ってきたモンスターです。まあこの説はモーモンケイトおよびブラッドアーゴンが9以降のモンスターなので2の世界に存在するモンスターにつながるのはおかしいこと。10のデビルロードはシルバーデビルの転生モンスターとして登場することから、ピンクモーモンがシルバーデビルに進化しない限りデビルロードに進化することはありえないが、そのような記述は特に存在していないことから確証がない何とも言えない説となっております。ただピンクモーモンがブラッドアーゴンに進化すること、これは紛れもない真実です。いや、どうしてこうなっちまったんだ。まあでもモーモンが攻撃する時の顔とこいつの顔は似てるっちゃ似てるんですよね。というわけでモーモンの進化の過程をまとめるとこんな感じになります。寒冷地に住むことなく一度血の味を覚えてしまったほとんどのモーモンは最終的に赤い悪魔城の内になってしまうということです。なんとかその他の可愛らしい姿へと進化してほしいところです。またその他の姿としてダークモーモンというモンスターもいます。この子は全てのモーモン種族の祖先ではないかと言われていて、モーモンからは神のように崇められているらしいです。というわけでこの子も当てはめてモーモン進化のまとめ図の完成です。いや、ここまで様々な進化形態を持っていて成長過程がかなり詳細にゲーム内に記されているモンスターって意外と珍しいんですよね。他にも面白いモンスターの進化変化があったらまた動画にまとめて紹介しようと思います。動画の方楽しんでいただけましたら、ぜひチャンネル登録や高評価の方お願いします。それでは今回はこの辺で。ここまでご視聴ありがとうございました。バイバーイ。